皆様、こんにちは。溝上新一の教育論、動画チャンネルナンバー240。えー、本日は、チャット GPT について、私がこれは使えるなというものを一つご紹介いたします。えー、よく知っている方は、なんだ、それはよく知っているよということかもしれませんし、えー、まだチャット GPT、あの、触ってない、あるいは、えー、少しこう、えー、使ってても、あまり本格的に使ってないという方ですね。あの、ぜひ、これは、あの、私、えー、使ったらどうかなと、えー、お勧めしたいと思いますので、今日はそれを、えー、まとめた実践的 な動画でございますテーマは生徒学生まあここであの主に高校生大学生を私のターゲットとしてねイメージしておりますけれども別に小学生中学生でも使えますのアンケートリフレクションをチャット GPT で一瞬に集約してフィードバックすると、ね、このフィードバックがこのタイムリーでできるっていうのはいいことかもしれませんねはいじゃあちょっと見ていきましょうまずあのなんで私がですねこういうあのチャット GPT をはじめ、まあ、教育の DX まあ、ICT に関心を持っているかというとですね、まあ、関心は持っているんですけれども、公的な仕事で言うとですね、あの、文部科学省の,あの高等教育局のスキーム d というね、高等教育の DX プロジェクトに、私、委員として入っておりまして、そこの座長をしております。で、3年間、 こういうね、あの、ピッチャーのカンファレンス。大体スタートアップの企業が多いんですけれども、大きな企業もあります。そういうところで教育の DX ですね。例えば XR とか VR とか、あの、メタバースとか、そしてあの、チャット GPT。まあ、大体チャット GPT とか、あの、生成系の AI は、そういう彼らのあの、アプリとか、あの、プラットフォームには、まあ、必ず組み込まれてますので、まあ、チャット GPT っていうのは、ちょっとあの、えっと、適切じゃないかもしれませんが、まあ、そういう生成 AI はですね、どこかで、え、まあ、絡めて、 そしていろいろね、アプリとかプラットフォームを提供していく、そういう、えー、ピッチャーのカンファレンスを、えー、やってるんですね。で、そういう中で、えーまあ、皆様にもあのこれはいろいろ、えー、知っておいてほしいかなと言って、アーカイブとかね、ちょっとした私の振り返りとかを、えー、これまでご紹介してきて、まああのえー、概要欄に URL 貼っておきますので、えー まあ、ぜひね、こういうことが、あの、ええー、まあ、まだまだ教育には導入されていない、ええー、かもしれませんが、その手前でね、結構開発が進んでいるぞと、ええー、ここちゃんとあの、私は勉強しておく必要があると思っているということでですね、皆様にも情報提供しているわけですけれども、今日はその中からですね、チャット GPT について、まあ、個人的にね、あの、ちょっとこういうのを使ってなかなかいいなというところを、ええー、紹介したいということでございます。で、これはあの、ええー、この前ですね、にナンバー236で、 ご紹介した、まあ、私がね、えー、ともう私はの授業、基本的に大学教授の方が気持ってますけれども、えーまあ、大学の方で一教員としてはいませんので、あの授業も基本的にはないんですけれども、えー、このセミナーとですね、文部領土セミナーって言ってね、あの 左側の写真はそうですけれども、えー、まあうちはあの、こう、アスリートの人たち結構多いんですよね。あの、プロとか、えー、オリンピックとかですね、えー、もちろん全日本とかそういうとこに行く人はかなりいてですね、えー、そういう人たちが、まあ、例えばサッカー野球とかね、えー、柔道剣道、えー、チアダンスとか、そういう人たちがいるんですけれども、まあ、そういった人たちにね、あの、まあ、部活動だけではなくて、それを、いわゆる分ですね、あの、そういうとこにつなげるということで、ノート作りをいろいろ、あの、進める、え、セミナー、 を毎月やってますであの右側の写真はあの同じ教室なんですけども、えー、そこでですねあの授業で「えー、あの言葉のスキル」っていうねあの大体12年生向けの授業を一つだけ持っていて、まあ、そういうところでですねこういういろいろ まあチャット GPT 使っていけるかなということでですね、えっ、ー、と、ご紹介しようとするものです。で、えー、今日はですね、えー、チャット GPT を使って、この左側のあの、文部領土セミナーですね、あの、そこで、え、ちょっと導入し始めてますので、えー、皆様向けに、あの、ちょっとやり方としてね、あの、こういう感じで使っていけるというものをご紹介します。で、先ほど申し上げましたように、あの、これ結構あの、使ってる人ね、もう最近いますので、えっ、ー、と、まあ非常にビギナー向けというか、まあ私ビギナーですから、 からね、あのそんなにあのチャット GPT についてこうい,ろいろいろいろ実践講座ねできるようなそういう人間ではありませんけれどもただ私みたいなビギナーでもこれぐらいはできるし、えー、これぐらいのですね、えー、結構良さ もう非常にこう純粋にね、あのチャット GPT を別に皆さんについろいろ普及させようなんて思わない立場で、これは結構使っていいなと思う。そういうこととして、今回ですね、動画で皆様にご紹介するということでございます。で、あの、これは私のやり方なので、皆さんこういうのをね、特にあの、まだやったことないという人が、これからやろうというときに、自分は自分のね、いろんなこう、えっと、アクセスの仕方、例えばこういう Google フォームとか、別に Google フォームだけがアンケートの主役、え、アプリではありません。 ので、えー、そここはねねれでやったらいいいなととか、ね、あると思いますでそういうのを自由にね、自分で、えー、まあ、組み直して、そして、あの、実践につなげていただければいいと思います。これはあくまで、えー、私が、えー、まあ、私はこれでやると結構、パッパッパッとやれるなっていうあの、そういうことでございます。はい。で、ちょっと簡単なね、あの、ステップをイメージ、あの、さっきご説明しておきますと、私は、あの、Google フォームでね、えっ、ー、と、アンケートをこういうふうにして、あの、学生に、あの、この右のね、QR コードも、 ちょっと皆さん向けのイメージとして載せてますけれども、えー、この QR コードね、あの、レジュメとかにこう貼っといて、えっ、ー、と、アンケートするときね、スマホ出してってってね、そこであの、回答して、えっ、ー、と、送ると。あの、こういうことをしています。後でちょっと実際やってみますけれども、えー、今日使うのはですね、例として、あの、文部領土セミナーでね、えー、まあ、ノート作りやってるんですけれども、 あのこういう感じでね、ノートをいろいろこうやっていこうってって書いていこうって書いていくときにですね、あの、右側にね、ノートのイメージもありますけれども、まあやっぱり続かないわけですよね。で、その続かない理由の一つに、やっぱり時間がない、忙しくて書けないとかっていうことがあります。大人もそうですよね。で、学生も同じ。でも、そのね、 一日少しでもね、時間節約できる場所とかね、時間ってあるわけですよ。あの、いつもいつももう PV ピ一ピ日過ごしてるなんてことは多分ない、えー。特に学生ですから、結構なんかね、ゲームしたり、遊んだり、ちょっとこうダラっとしてね、あの、ぼーっとしてるとかね。いや、ぼーっとすることも大事なんだけれども、えー、っと、ぼーっとしすぎて、しすぎて、一日時間がないと言っている人はたくさんいるので、このあたりをですね、えー、考える、まあ一つのね、こう、枠をやったわけです。で、これを、えー、提出さ するとちょっとこれあの抜き書きですけども、えー、こういう感じだねだからあの google フォームこれでこうあの。 えっと、学生が提出をすると、えー、それをね、あの CSV とか X とかに落とせますので、で、落としたちょっと一部をね、切り抜いて皆様にお見せしてますけども、えー、例えば、えっ、ー、と、上からちょっと見てるとね、翌日の準備は着る服を前日のように準備しておくとかね、あの、やるべきこと、洗濯お風呂、あるにもかかわらず携帯触ってる、節約できる時間だと思うとか、携帯やテレビとか、まあ、大体こう私たち思い浮かぶことをみんな書いてるわけですよ。ゲームとかね、スマホとかね、えー、で、そういったところを皆さんこうやって送ってね、で、私は、 それはですね、あの通常だったら授業の次の。 まあ、セミナーやったらね、次のセミナーとかで、えー、皆さんにね、こうやってこんなんありましたよっていくつか紹介してっていうのが多分、えー、伝統的なやり方だと思うんですけれども、もうその場でですね、返したいですよね。で、まあ、多少ね、えー、3分4分はかかるかもしれないけれども、その場で返したい。えー、そういう時にこのチャット GPT を使ってみましょうということです。で、チャット GPT のね、実際の実演は、えー、この後見せますので、ちょっとこうね、私があの、えー、学生向けにやったもので、えー、コピーしてきたものをお見せします。まあ こういう感じでね、えっ、ー、と、今、94。 の、え、回答をね、確認し、内容に基づいて回答を聞く3つに分けて提供しました。私があの、えっ、ー、と、3つぐらいにね、学生の書いてきたものを分類して、えー、まとめてくださいっていうね、こう、命令文を出したわけですね。あの、下にあの、メッセージチャット GPT ってね、最近のものはこういうね、感じで、えー、ここにあの、えっ、ー、と、プロンプトって昔読んでたものですけれども、今は読んでるかもしれないけど、ここにあの、命令文入れていくわけですね。で、えっ、ー、と、ここで3つね、えー、デジタルデバイスの使用を制限する、 とかね、事前の準備と計画無駄な時間の削減とかね、まあ、こういう感じで。 あの、まとめていきます。チャット GPT に限らず生成 AI はね、あの、いろいろビッグデータあるいは、えー、まあ、あるところのデータを要約して、えー、まあ、示してきますけれども、えー、それが必ずしも正しいとかね、あそういうことはありませんので、えー、まあ、私たちは、あの、ね、こういうものを参考にして、自分の出したものはこの3つのどれかなと。で、えー、あ、そうか、他の人こんなことも書いたのか、なるほどと。そして、あの、自分にね、こう、あの学生ですよ。えー、自分のこれからにこう、加えて生かしていくと。まあこれぐらい のことだったらねあの別にチャット gpt の信憑性はそんなことはえっ、ー、とそんなに問題ありませんしねで私何回かやってますけれどもあのそんなに変なものを出してきませんのでまあなるほどと思うようなことがちゃんと出てきますはいでもちろんもう一回言いますけど自分がね色々いろいろこう、えー、例えば え、本とか、ウェブ情報で、いろいろこう、必要な知識をね、こう、調べるとか、いうときに、チャット GPT 使って出てきたものをうのみにしないと。あくまで壁打ちと。あのね、こういう感じで言ってくるのか。じゃあちょっと、え、それを参考にしながら、しっかり根拠とかね、定義とか、データとかね、そういうのを調べましょうと。ま、こういう感じで使っていくという意味においては、チャット GPT は、あの、とても便利です。あの、私は、あの、毎日使ってますね。はい。じゃあちょっと実際やってみましょうか。じゃあ、まずここから行きましょうか。 えっと、これはですね、あの、えー、前回あの、えっ、ー、と、文部領土セミナーっていうのが1月16、18日、さ先ほどの写真ですね、えー、行われて、その後ですね、あの、宿題で、えー、まあ、 先ほどのあの、時間の節約と振り返りについてですね。えっ、ー、と、Google フォームで、えっ、ー、と、まあ、宿題にしたということです。まあ、名前とかね、学年とか。これはあの、文部領土セミナー、クラブ対象のものですね。こうやって自分どこのクラブとかね。で、えー、今日使うのはここですね。えっ、ー、と、一日の中で少しでも時間を節約できる活動なんでしょうかと。えっ、ー、と、ここを使います。で、えっ、ー、と、振り返りとかもあって、後であの、えー、このチャット GPT 使ったね、こうまとめをフィードバックしてるんですけど、今日はこの4のところだけをね、扱い、 じゃあこれがチャット GPT ですね。で少しあの、えー、あんまりチャット GPT まだ触ってないとかね、えっ、ー、と、まだ詳しく、えっと、最新のものを追いかけてないという人には、えー、もういると思います。ちょっとね、そういう説明をしましょうか。私はですね、今このチャット GPT4、左上のとこですね、ここを使ってますね。で、えっ、ー、と、これ有料で、え20ドル、月20ドルですね。あの、学生にはちょっと高いですね。私たちも、あの、毎月はちょっと高いかもしれない。だけど、あの、まあ、この無料版ですね。 点五、これ誰でも使えるものですけれども、えー、あでチャット GPT ねまだ入さこうやって入ったことないっていう人いるかもしれないから一応概要欄にねあの URL 貼っておきますでチャット,ト GPT3.5 はあの無料版なんで、まあ、やっぱりいろいろその集めてくるこの元のデータウェブ上の、ね、データとか、えー、そういうものもまだまだ少し古いし、えー、できることもですね制約ありますけど、まあ、触ってみるにはいいかもしれませんねであのここを見てほしいで ですけど、このプロンプトって呼ばれているところのね、このメッセージチャット GPT でここを使っていきますけれども、無料版ではですね、ここをいきなりこういろいろ打ち込んでね、あなるようになってるけれども、えっ、ー、とこの有料版はですね、ここにですね、えっ、ー、とこうやってあのちょっとこう添付できるようになってますね。えー、いわゆるこう分析したりですね、あの、えー、まあ。 先ほどのね、振り返りとか、なんかアンケートの結果とかね、そういうデータを読み込んで、それを分析してまとめるとかっていう機能が、えー、出てきてます、えー。多分4から、このチャット GPT4 からだと思いますけどね。で、今日は、えー、先ほどのね、Q4 の学生が Google フォームで送ってくれた、えーまあ、いろいろ回答ね、あの、それを分析しますので、ここ使って、左下のね、この、えー これで、えっと、データをここに、あの、読み込ませるということをします。えー、っと、これですね。Q4 の回答。はい。で、これを、えー、っと、読み込ませて、そして私の方でね、あの、命令文書きます。あの、はい、こういう感じですね。あの、データを読み込んで、えー、Q4 の回答を3つに分類してくださいと。こういうふうに、こう、あの、チャット GPT 命令を出しました。じゃあ、ちょっと Go とやってみましょうか。 えっと、時々こうやってですね、えっ、ー、と、英語で帰ってくるが、もともとチャット GPT 英語の人なんで、すいません。じゃあ、日本語に、ちょっと面白く日本語に先回って書きましょうか。日本語でまとめんいと、ちょっと書いてみましょう。 うん、まあ、こういう感じでね。で、あの、えー、テクノロジーの利用、まあ、電子機器の使用時間を減らすことに関する活動、えー、そしてアイドルタイム、無駄な時間、特に生産的でない活動、ただ、えー、ただゴロゴロしている時間に言及した回答、まあ、こういう感じでね。で、その他と。で、えっ、ー、と、皆さん後でね、あの、冒頭に示した、えっ、ー、と、前学生に返したもののね、えー、結果を、フィードバックを貼り付けておりますけど、あそこと回答違いますよね。だから、こうやってあの、やるたんびにですね、結果違うということは、 にありますちょっとあの、せっかくですから、もう一つだけその他でね、えっとなんか、これじゃあ全然その他で全然参考にならないので、えー、いつ1号の、十号の回答がありましたと書いてるので、ちょっとここだけだな、セカンドアクション、セカンドで、ちょっともう命令も出してみましょうか。 はい、こんな感じですかね。その他の15の回答をもう少しまとめて紹介してくださいと。重ねて発展させていくような、こういうのをやって、どんどんね、あのチャット GPT から得られる回答を自分が欲しい、えーまあ、回答にこういろいろ作り上げていくっていうんですかね。そういうのはこうチャット GPT の使い方として非常に一般的によく言われることですね。はい、じゃあやってみましょう。 はい。えっ、ー、と、こういう感じですね。いいんじゃないですか。えー、移動時間の最適化、人混みや渋滞を避ける、電車の中で本を読むなど、移動時間を有効に活用する提案があります。えー、睡眠管理、えー、睡眠前後の時間の管理、早寝早起き、睡眠時間の短縮を提案する回答が複数あります。だらだらと二度寝を避けると。で、SNS やスマホ使用時間の見直し、えー、いいですよね。で、特に夕食後や移動中の時間を節約する提案、生活習慣の改善、 早起きや事前の計画で食事の準備に関する提案休憩時間の管理昼寝やバイト後の休憩時間を減らすことで時間を節約すると、まあ、こういう感じでねあの学生にフィードバックして。 で、まあ、そこからね、えー、まあ、私の言い方としては、あの、自分の回答はどこら辺でしたか、そしてそれ以外になんか自分でこう、得るものありましたか、で、まあ、それをね、あの、もう一回提出とかそこまでしなくていいと思いますけれども、まあ、そういうフィードバックの仕方っていうかね、えー、皆さんがこう、同じ課題に取り組んで、同じ話を聞いて、同じ作業をして、そしてあの、こうやってね、Google フォームで、今回で言えば、提出して、そしてみんなの書いたものを元に自分を位置づけるみたいなね、えー、そういうのをね、多分これ5分ぐらいできると思うんですね。 でそういうのを、えー、うまくこう授業時間とかで私の場合ではセミナーとかねそういうところ組み込んで、えー、毎回じゃなくても時々やってみるねなかなか勉強になるかなと思いますはい、えー、今日は以上でございます皆さん大変お疲れ様でございましたまたあのチャット GPT いろいろね、えー、もう本当にあの欲張、えー、らなくてもこれぐらいやったんじゃないかっていうことをね紹介していく時間作ってみたいと思いますお疲れ様でございました